ゆうちゃん、お風呂は入らないの？明日でいいかな。ダメだよ。俺、これ、今日、布団きれいにしたからさ。おい。おい。終了。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。やで、少量です。はい。今日は、はい。何をするかと申しますと、何でしょうか。お風呂入らない、年上彼氏を説得しまーす。イエーイ。はい、今から説得したじゃん、昨日。昨日っていうか、いつもなんだけど、うん。いつも、お風呂入らないじゃない。まあ、入らない時もあるよ。疲れてね。言っても入らないの。うん、まあ、朝飲んでですけど。うん、朝入るみたいな。うん。うん、もう、これをどうしてもね、うん、今見てくれてる人たちに伝えたくって。うん、で、あと、伝えたくってってなんか、いつもちょこちょこ言ってない？いつも言ってるよね。ほんだから、言ってるだけじゃわからないじゃない。うん。だからもう、ほんとこんなもんじゃないのよ。世のお母さんたちは子供にお風呂どうしても入らせる気持ち。うんうん。がわかる動画ですね。うんうん、なんでそんなんさ、撮ってないからわかんないじゃん。撮ってやったのよ。え？昨日。なんでやめてよ。いやもう本当に。やめてよ。で、これでそう。だから世のお母さんたちと共有ね。もう本当入んないのよ、うちの子は、みたいな感じだよ。え？撮ってたの？撮ってた。うわなんでよ、やめてよ。いや、まあ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 。というわけで、はい、それを見ていただければと思います。ご飯炊けてるよ。ありがとう。ウォーキニアで。ウォーキニアで。何何やで。大きに大きにと申します。名前。ゆうちゃんお風呂は入らないの？明日でいいかな。ダメだよ。俺これ今日布団きれいにしたからさ。お風呂入ってほしいマジで。だって今日朝入ったもん。で仕事してきたでしょ。うん。でもほらどうせまた明日朝入るからさ。うん、今日入ったら明日朝入んなくていいじゃん。いや、それは違うじゃん。何が違うの？明日の朝でよくない？いや、でも疲れたんだもん。もうお酒も飲んじゃったしさ。いや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 。知らないよ、そんな。入って。ちょっと考えさせて。何考えんだよ、お風呂に関してさ。ちょっと入るだけじゃんよ。ちょっとだけ。うるさいな。ちょっとってなんだよ、ちょっとって。ちょっとだけ考えさせて。考えるか、ちゃんと。考えるって何を考えるか言って。いや、入るか、入らないか、ちょっと考える。いや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 、入るか、入らないか、考えなくていいよ。え、まだまだ。もうちょっとゆっくりさせて。じゃあ、一緒に入ろう。入って、お風呂。いいから。うん。わかった。入る入る。うん。ちょっと待って。とりあえずゆっくりさせて。何時まで？時計ねえだろ。時計ないじゃん。嫌だよ。このさ、布団にさ、その体で寝られても。本当に嫌だ。おい。おい。終了。入ってこいよ。おい。びっくりした。おい。待って待って待って。入ってこい。ちょっと待って、一旦待って、一旦待って。一旦待たないから。どうぞどうぞ。ちょっと一回。一回。何？大丈夫だ。汚。もう俺、この体が今、量のせいで汚くなってるからね。え、大丈夫よ。だってどうせ着替えるじゃん、それ。いえ、濃いな。やり方が濃い。もう、濃いわ、マジで。もうね。疲れるから、ね。いや、入ってこいよ。入ってきたら、もうすぐ終わることじゃん。だから分かったけど、入る。いや、もうこれも嫌なのよ。本当は、この足をさ、ここにすんのも。あ、じゃあ靴下脱げばいいでしょ。靴下脱いだらもう足臭いからね。今密閉されてるから。知ってる？何？自分の方が足臭い。知ってるよ。だから靴下履いてんじゃん、いつも。で、今日は臭くないもんだって家から出てないもん。もうそれずるくない？え、で、出てきたじゃん。ずるくないじゃないのよ。いいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと考えさせて、うん、どんだけ入りたくないのよ、ほんとに。いや、入りたくないわけじゃないの。何入りたくないわけじゃなかったんだ。入るまでに勇気が必要なんだよ。何の勇気だよ。夢と希望と勇気が必要なのよ。マジか。お風呂に入るのに。何勇気って。
大変だな。毎日勇気持って風呂入ってたんだよ。そう。大変だな。勇気を振り絞って、よっしゃ、入るぞってならないでさ。そんな感じなの。え、全然一週間入んなくて平気。あ、それは無理。あ、それは無理なんだ。いや、一日一回は入りたいよ。うん、うん、うん。一日一回は入りたい。うん。終了。朝でよくない？いや、俺は朝っていう感覚ないもん。なんかもう、自分の負のオーラとかも全部洗い流してほしいと思ってるから、ああ。夜入る。大丈夫、俺、負のオーラ一切持ってないから。いやいやいや、違うんだって、お風呂に。陽キャだから大丈夫。シャワー浴びるとだいぶ、でももっと陽キャになってる。痛い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 。全然痛くないよ。ちょっとやめてよ。ビータしようとするの。今ちょっと何なんで鼻の穴に鼻の穴に指つけてもう本当にもう入んないの。え、そんなに入ってほしいの。汚いもん、臭そう。いや、臭い動向じゃないんだよね。そもそも臭い動向とかじゃなくて、だってほら朝入ったらさ、その日もなんかさっぱりした気分で活動できるじゃん。はい。眠気も吹っ飛び、うん、体も綺麗でっていうやつよ。でも夜入っとけばさ、朝入んなくていいわけじゃん。え、でもさ、朝は寝汗ってこと。そう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 、うん、まあ、そういう考え、うん、それでなんか翔ちゃんがシートとかお洗濯してくれるから、まあそれでいいじゃん。いやもうなんで毎日やらなきゃいけないの。いいじゃん。やばくそ。違うよね、今も。なんか、やめてよ。なんか、俺の講習がみたいな感じになるのやめてよ。やめてよ、もう。あ、翔ちゃんがお風呂に入ってない間、ちょっと俺考える。考えるってなんだよ、マジで。何考えるって意味がわかんない。もういいよ。プープルプー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 。終了。はい、というわけでですね、まあこんな感じで本当に入らないんですよ。結局入らなくったし。なんでその顔。なんだよ、ただの悪口じゃない。悪口じゃないよ。悪口はその二人のあれでしょ。告げ口だ。告げ口じゃないの。教育動画なんだよこれは。教育動画。そうだよ。だから、だから、ほんと、コメント欄とかで、うちの子も入らないのよ、みたいな。うんうん、こうしたら入るよっていうのをぜひ、コメント欄で書いていただければと思います。はずはずもう。というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまたバレてるかよ。もともとバレてたけど。俺がいつもさ、うん、親友のね、うん、ツーが、家を出る、なんかバイバイってして、うんうんうん、時の顔を見せるね。え、そんなことしてんの？親友役して。あ、いいよ。うん。じゃあまた。帰るっちゃ。帰るっちゃうん。じゃあね。じゃあね。バイバイ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 。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そういうことね。そうそうそう。